ということで正解はうんちでした。だが、それはずるいや。二文字で構わない。船は坂の上で女の子が転びます。あら、でフルーツをたくさんこぼしてしまいます。大変だ。転がってくるフルーツをどうするか、それを見て紳士力を見たいと思います。はい、はい、おっと、俺はいけない。頑張れ頑張れ。鳥はそこにいないですかね。普通そうですね。まあ仕方ない、落ちたもんだ。あ、来ました。あ、じゃあやれやれです、ね、今の減点じゃないですかね。やー、あ、おー、おお、全てが分かるぞ。それじゃあ腹筋を始めてくれ。限界までやってくれよ。痛い痛い痛い。腹筋だ。それでね、やっぱりあのね、警察の人ももう危ないので引っ越してくださいってことで、やっぱり哲也くんがね、危ない目に遭わせるわけにはいかないと、ちゃんとしたね、防犯設備整ったところに今回はね、引っ越していただくということになりましたね。引っ越しなんかいらんやん、絶対なんもねえやん、バカみたいやん、時間と金の無駄で。なんで警察だって言っとったやんね。女だら殺せるやん。殺される前に殺せっす。言ってねえやん、そんなこと。直線のね、眉毛はちょっと使いづらいので、削ぎ落としていきましょう。削ぎ落としていきましょう。じゃ邪魔の方だけにしてよ。この辺の端っこの方とか結構邪魔なんですよね。こうやって大丈夫、大丈夫ですか。ちょっと一回目にとって大丈夫。はい、どうですか。こっちに見ない。あーあああああ、紫式部作ってんじゃんこれ。かぶいてない。あ、かぶいてさん。じゃあ行きますね、上映会。普通に撮ったドラマを逆再生にして、それを真似して撮ったものを逆再生にしたドラマ、こちらでございます。お、いいよ。あ、そうだ。撮ったっけ。最初はアデム、じゃんけんぽい。あー、じゃ殴らったんだ。この時にストレッチパワーが溜まってきたのだ。おかしくなったね。最高潮だ。圧倒的ドメの虫眼鏡で最後は猛スピードであそこの草むらに突っ込んで、その瞬間動画終わりますか。やっぱりスノボもね、最初はこける練習からって言うんで、安全にこけることを学びましょう。じゃあね、これを買う皆さんはね、安全にこうやってこけるといいんだよってところをね、見せてくれますんで。綺麗にこけてお願いします。面白い動き方をしてお願いします。負けてー。あー、じゃんけんいきますか。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ、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 あいこでしょ。なんでだよ。ねえ、なんでだよ。やばい、すごくないこれ。うましいやってなったら、もう俺は虫さんを殺すしかないわ。悪いけど、最初はグーじゃんけんぽい。おい、負けんなよ。雑魚キャラが死ぬ声がしたな今。ミスった。それ食えんのだって。まぐいだけじゃね。俺の祖先は多分これ食って生きてた。寮以外の3人は当てないと絶対にトカゲを食べないといけない。まあ今クマは、まあ、胃を吐いてってたけど、トカゲは食べてくださいね。ん？ん？ん？クマはペーストいいようにしましたけど、トカゲはちゃんと一発ゲームを食べてくださいね。負けた人は。どのクマ？ん？どのクマ？おっと？怖い。怖い。待って。あれ、これさ、首じゃないもん。この動画で一番面白かったの、これ映ってない。おっと、おっと、顔やばいって。やばか
ったよ、マジで。ルールで言うと、罰ゲームを受けるのは、としみすと、としみすと、てつやとしばゆなんですけど、そうは問屋に殺さないです。ここです。はい。出るね。8枚目いきますか。今、7、8か。8枚目ですね。はい。いきましょう。はい。ええ、あ、待って。え、ちょっと待ってください。オーグマ出ました。え、今クマ火事しましたよね。クマが燃えた。クマ火事でした。クマ火事。はい、始まりじゃない。オーグマ大臣。今バグ増えてきた。オーグマ大臣